だから僕はパーフェクトのこの10年間ぐらい実況解説を7、8年やったんですけど、本当その時からちゃんとアレンジに取り組んでて、アレンジっていうかそういう方式に取り組んでたら、本当良かったなと思ってますけどね。ああ、植草選手。はい、何度かこの放送でも。ベスト32にね、この状況で上がってくるように力つけてきてるんですね。うまっ。140！ 竹本選手も、竹本選手ね、スティールダーツうまいですよ。なんかね、やっぱこの狙うタイプだからうまいでしょうね。おー 180！ほんとうまいですよ、竹本選手。でもそんなに投げてないって言うんですよ。本当か嘘か分かりませんけど。これ9ダーツ来るかも。なんちゃって。301残り。でももう来ると思いますけどね。まあ、浅田選手がね、一回ちょっと、9ダーツやったんですけどね。ちょっとマシンがね、マシンっていうか、なんか、調子、不具合もあったんですけど、まあ、ちゃんと9本で上がったんですよね。あの時はすごかったな。100万払いました、もちろん。261を5に入れたんですね。ちょっとこの入れ方がね、ちょっとびっくりしましたけど。右サイドから上を通す感じ。176残り。下につけると投げにくいですね。左サイドから空いてるところを狙う。無駄な動きが多い。234。19からいく。そして20。そしてブル。できてるな。ナイスアレンジ。できてる、できてる。植草達也選手。さすがです。やっぱりこの170は、やっぱりこう、残してほしい数字ですよね。ビッグフィッシュ。これを残す意識が出ることで、やっぱこう、向上していく。そして、こう、冷静さを保てれる。きた。そしてもう一本。ああ、でもね、これ2本入ってたらね、これトライですからね。ビッグフィッシュ。なかなか日本では出ないビッグフィッシュですよ。さあ、アレンジからの20ダブル。さあ、植草選手、チャンスです。さあ、どっちから行くのか、18か、10か。18見てますね。そして、アレンジどっち行くんでしょうね。12、20なのか。うん。案外ですね、この、ナイスー、うまいな、植草選手。案外この18、12のアレンジってね、いいんすよ。やっぱ高さが一緒なんで、今ボード見ても分かる通り。案外18、12の並びでアレンジしていくのって案外こうミスが減るんですよね。だ植草選手とかはね、こうスティールダーツで結構しっかり取り組んでるんでしょうね。これはアンラッキースタート。さあ、ロースコアスタートからの植草選手。さあ、338から。落下。ん？そのまま押せばいいんじゃない？さあ、267っていう数字残してきた植草選手に対して竹村選手315。これで右サイドから上を通す感じですね。その間を通す感じで同じところが投げる。267残り。272残り。これはブル。今272だったですよね。3度目ブルいかないといけないですね。さあ、137取って70残り、191残り。少しダーツが横ずれしてきましたね。さあ、カバーはしてくる。110残りで70残り。さあ、さっきと同じパターンですね。18、12っていうラインですね。そして20ダブル。惜しい。110残り。20から。で、109ですね。20もう1本。そして、49。49ですね。49。17ですね。17。さあ、そして3本目。決めたいですね、ここね。相手が武本選手なだけにね。ああ、もったいない。ああ、1投目、さすが。じゃあ、武本選手が1本返して 1-1 ですよね。あ、フィドの、あ、ボードですね。ボードはですね、このトリニダードボードは、少しね、柔らかくしてんですよ。で、ウィマウのボードは、ちょっと硬いんでね、落下が多少多いんですよね。刺さりはぐっと、圧縮が強いんですよね。で、あえてこう、トリニダードの方はちょっと緩めにして、要するに落下しにくいとか、そういうボードを、そういう圧縮度を選んでる感じですね。まあ、その頑丈そういったらどうなんでしょうね。どっちが頑丈かは分かんないですけど、圧の強さですよね。少し緩めなボードがにしてますね。だから好みによりますけどね。さあ60取って311で269から19からいきますね。そして266をもう1本19で247をここはちょっともったいない。ここ、武本選手としては冷たいとこですよね。100取って211とか、140取って171とか。さあ、242残り。20からの222。ここもですね、6スローが少し厳しい状況。251から。武本選手もね、こういう飛ばし方をちょっとやってるので、状態は良くないんでしょうね。やっぱ投げ慣れてないんでしょうね、武本選手。もうソフト中心だと思いますね。さあ、そして97を19。97じゃない。ごめんなさい。77を。97。すいません、ちょっと。さあ、シングルでもう1本。60入って、121残り。さあ、ここ。植草選手。アレンジからの20ダブル。左サイドから60、40を狙う。じゃあ、植草選手が後半、堅実なダーツに戻してきて、2-1 リード。ああ、いい感じで。ああ、140?100? さあ、竹本選手が少しね、センターがずれてますね。20ラインが合ってない。さあ、ここチャンスですね、植草選手。さあ、ここも100、100、100というスタート。さあ、植草選手、ここも20ライン外したくないですね。完璧なダーツでね。この4レッグ前来てます。さあ、ここもしっかりとね、20ライン合わせてきてます。さあ、140で一気に詰めてくる。竹本選手のね、こういう強さがありますよね。面白い。こうカムバックしてくるっていうかね、ダーツ歴の長いベテランにありがちなんですよね。で、ダーツ歴の長いベテランはこう一筋縄ではいかないというか、ちゃんと戻してきますよね、状況を。さあ、そして60で154残り。あっと、これで上がり目出せずで、これでまた植草選手チャンス。171残り。151から。150残りをもう1本。60入れば90残り。さあ、17トリプル。そして20に戻る。64残り。110をもう1本。さあ、90残りを18ブル。18からいく。18入って72残り。64残りですね。ここは、いい数字です。48を16。そして、32。決まらず。72残り、武本選手。さあ、16、20、12。さあ、ワンチャンス。20ダブル。さあ、そして植草選手。3本ある。うちに入れて8ダブル。ああ、ここの3本はもったいなかった。お、1本目。2に追いついた。68スタート、植草選手。この間を通したい。カバーできずカバーしなかった。でもこう20ラインがね、こう安定してきましたね、植草選手。あとはダブルですね。ナイスカバー。さあ、140取ってきます。カバーしていきます。このカバー力すごいですよね。後半になって3投目のカバーが入り出しました。210から、あっと。おっと、サイドからね、見事に60決めてきました。147残りに対して174残り。149を20に。きた60カバー、本当に3投目ね、20、19、必ず絡めてくる竹本選手。ここで93取って54残り。89。ワンチャンスですね。19から。86残りを18へ。ここはカバーできず。85残りを15、19。うわー、ここ3投ダメでしたね。ダメでしたねっていうのもあれですけど。そして、植草選手、54残り。14アレンジからの20ダブル。決まった。決まらず。あー、下でした。さあ、81残りを19から。62残りを12からいったんですね。そして、トライですね。62残りを12からっていうか、12からしか、からじゃ、あ、これ、トリプルですね。12トリプルですね。失礼しました。計算してですかね。11ダブルでしょ。22。ああ、13だ。ごめんなさい。何しよったよ。すみません。70、あ、違う違う。64と間違えてました。